鶴屋食料品研究所は、かつて、兵庫県神戸市兵庫区兵庫町2丁目に存在した、清涼飲料水メーカーで、昭和後期から平成初期にかけて、神戸市兵庫区と長田区に合わせて重水車存在した、地場小規模飲料水メーカーの一つである。1954年に、上田豊が生花店として創業。後有限会社として法人化し、主力商品は、 ソーダ水や瓶詰全剤、ノンアルコールの甘酒など、同社の瓶の王冠には矢を加えた鶴マークがデザインされていた。上田の出身地徳島の浄瑠璃、巡礼を鶴にちなんだものと言われる。1960年代前半、当時としては珍しい果汁入り制料飲料水、ネーポンの製造を開始した。1965年6月、本社事務所、工場とマンションを兼ねた。 鶴屋ビルを建設。大阪市や神戸市の喫茶店、銭湯、協定場などを販路とし、1970年代は経営者家族を含む約10人が生産や販売に従事した。1990年代にはテレビ番組でネイポンが紹介されたことで全国的に知られたが、1995年の阪神、淡路大震災の影響で地域の飲食店などの 廃業が相次ぎ、取引先は十分の一に激減した。翌1996年に二代目の上田博久が没し、妻の上田康子が一人で生産を受け継いだ。インターネット販売も行ったが、レトログッズとして持ち帰られたために不足した瓶を新たに補充する、経営的な余力がなく、体力的な理由も重なって2007年2月に廃業した。 本社ビルは老朽化に伴い2015年に解体され、跡地はマンションや分譲宅地などに転用された。映画、オールウェイズ3丁目の夕日や、テレビドラマ、東京タワーをかんと僕と、時々、おとんでは、小道具調達に協力した三重県伊賀市の骨董店の依頼で、同社が作品の時代に合わせて、特別に製造した各種のビニール清涼飲料水が、 撮影に使われた。ネーポンネーポン人気を受けて末期に取り扱っていた、同社商品のセット。ABCDE、幻のジュースネーポン製造中止に来月末、横田良平、神戸新聞2007年1月20日付長官26面、神戸新聞社 ABCDEFG 懐かしや、ネーポンのみ納め半世紀の歴史に、幕神戸朝日新聞社、2007年2月24日、 鶴屋食料品研究所の歴史昭和ハウス。ありがとうございます。